平野翔の食レポが面白すぎ、馬味3杯ジャンボ椎茸に悶絶。食欲の秋エスピで見せた新たな魅力に桜井翔も爆笑。300kg 超えカジキを一発ゲット、豪快漁師の技に平野翔も驚愕。平野翔が出演した、1億3000万人の翔チャンネルのパワーアップ初回は、多くの視聴者に衝撃を与えました。この番組は桜井翔が MC を務め、 全国各地の魅力的な情報を届けるバラエティー番組として知られていますが、今回の放送では特に平野翔の存在感が際立っていました。桜井翔との初共演で見せた彼の自然体の魅力と、ゲスト出演者としての新たな一面は、多くの視聴者を虜りにしたことでしょう。番組の中で取り上げられた「食欲の秋エスピー」では、全国のご当地グルメが次々と紹介され、 平野自身もそのおいしさに感動している様子が印象的でした。佐賀県発の船でしか行けない謎の VIP レストラン、新潟県の馬味3倍ジャンボしいたけ、そして福島県の1個200万円もする幻の桃など、どれも一度は体験してみたいと感じるほど魅力的な食材が紹介されました。桜井翔が各地を訪れ、現地の人々との交流を深めながら伝える情報は、単なる観光ガイドとは異なり、 そののの土地のリアルな魅力を引き出すものですもでこの番組の特徴として、全国各地の驚きのニュースや、知られざるグルメをユーモアたっぷりに紹介するスタイルが視聴者を引きつけており、平野がその一員となって参加したことでさらに内容が充実しました。特に印象的だったのは、福島県発の1個200万円の桃の甘さに平野が目を丸くする場面です。この桃は糖度30度を超えるという驚異的な甘さを誇り、 見るものすべてを魅了します実際に平野がその桃を口にした瞬間、その表情からもその驚きが伝わり、彼自身も、こんなに甘い桃は初めて、と感激していました。このシーンは、聴者にも強い印象を残し、日本各地の隠れた名産品の魅力を再認識させてくれます。また、新潟県のジャンボ椎茸は通常の3倍のうまみを持つと言われ、その大きさだけでなく食感や風味も格別です。 平野はその椎茸を一口食べるたびに、その深い味わいに感動し、視聴者も思わず食べてみたいと感じさせる力がありました。宮城県発の300キロを超えるカジキを一発で仕留める漁師の話では、平野がその豪快な釣りの様子に釘付けとなり、これが本当のプロの技なんだ、と感嘆していました。千葉県の朝6時から行列ができるサンドイッチ店では、現地の食材をふんだんに使ったサンドイッチのボリュームと美味しさに、 平野も思わず笑顔がこぼれ、視聴者にその魅力を伝えました。桜井と平野のやりとりも見逃せません。平野が収録前に見せた自然体の言動に、桜井が魅了される場面もあり、二人の距離感が縮まっていく様子が微笑みましかったです。桜井は平野のユーモアと優しさに惹かれ、収録の合間でも楽しそうに会話を交わしている姿が映し出され、視聴者にも二人の友情が伝わるシーンとなりました。 平野が番組の中で見せた無邪気な笑顔や、真剣に食材に向き合う姿勢は、これまでのバラエティ番組ではあまり見られなかった新たな一面を引き出していました。今回の出演を通じて、平野翔はアイドルとしてだけでなく、一人の魅力的なパーソナリティとしての存在感を示しました。彼の登場によって番組が一層華やかになり、視聴者もまた、彼の新たな魅力に気づかされることになりました。 平野が持つ親しみやすさというものは、そして時折見せる真剣な表情は、番組の持つ温かさや楽しさを一層引き立て、彼の今後のバラエティでの活躍にも期待が高まります。SHOW チャンネルは、全国の隠れた魅力を紹介するだけでなく、出演者たちがその場所で感じたことや、食べたもの、出会った人々との交流を通じて、視聴者に新たな発見をもたらします。今回の放送では、 特にに平野ののリアクションががが注目をを集め、彼が心から楽ししんでいる姿が多くの人々に共感を呼びました。彼が見せたその素直な驚きや喜びは画面を通して視聴者にも伝わりただの情報提供にとどまらない感動や笑いを共有する場となりましたまた平野の今回の出演を機に若い世代からシニア世代まで幅広い層の視聴者が改めて日本各地の魅力に目を向けるきっかけにもなったのではないでしょうか サクライとの掛け合いを通じて、平野の親しみやすい性格がさらに引き出され、彼のファンのみならず、普段はあまりバラエティを見ない層にも新たな興味を引き起こすことに成功したといえます。特に平野のファンにとっては、彼の普段は見られないような一面や、アイドル活動とは異なる元の姿を楽しむことができる貴重な時間となりました。このように、小チャンネル旗田のバラエティ番組以上の価値を提供しており、 出演者たちが体験を通じて伝える日本の今をリアルに感じることができます。平野紫耀のこれからの活躍にも大いに期待が寄せられており、彼が見せる次のサプライズに、ファンも目が離せないでしょう。番組がさらに進化していく中で、平野がどのような役割を果たしていくのか、その成長と挑戦を見守り続けたいと思います。平野紫の出演が、翔チャンネルに与えた影響は、 番組の枠を超えた新たな視聴体験を生み出しました。彼の自然体なキャラクターと新鮮なリアクションが視聴者に親近感を与え、まるで一緒に旅をしているかのような臨場感を味わわせました。特に彼のリアルな反応や率直なコメントはテレビの向こう側にいる視聴者にも深く共感され、SNS では放送中から多くの視聴者がその魅力をシェアする姿が見られました。視聴者からは、 平野くんの表情が可愛すぎる、食べている姿が楽しそうで、私も食べたくなった、といった声が続出し、彼の魅力が改めて多くの人々に広まりました。また、今回の放送では、地方の特色あるグルメだけでなく、その土地に住む人々の熱意や物語も伝えられました。福島県の高級桃を栽培する農家の苦労話や、新潟の椎茸を育てる職人のこだわりなど、 平野と桜井が実際に体験することで、単なる食レポにとどまらない深みのあるストーリーが視聴者に届けられました。これらの背景情報が、各地の食材の魅力をより引き立て、視聴者に、こんな素晴らしいものが日本にあるんだ、という発見と感動を提供しています。平野の率直な感想やリアクションを通して、視聴者もその土地に触れ、その美しさや努力の価値を感じ取ることができました。さらに、 番組が描くのは単なる観光地やグルメの魅力だけではありません。平野と桜井のコンビネーションが生む笑いや和やかな雰囲気が視聴者の心をほぐし、日常の中にささやかな楽しみを提供してくれます。平野が見せる素朴な驚きや桜井の軽妙なツッコミは視聴者にとってもリラックスできる瞬間であり、毎週の放送を楽しみにする理由の一つとなっています。このような化学反応は、 ただの食リポ番組とは一線を画し、見る人にとって新しい価値をもたらすものです。また、今回の、SHOW チャンネルでの出演は、平野にとっても新たな挑戦となりました。アイドルとしての活動に加え、バラエティ番組での新たなポジションを築くことは、彼のキャリアにおいても大きな一歩です。視聴者もそんな平野の成長を見守りつつ、彼が今後どのように新しい経験を積んでいくのかに期待を寄せています。 ここれまでに見せたことのない挑戦やリアクションを通して、彼がどのように自分自身を表現していくのかそのプロセスを楽しむことができるのも平野紫耀の魅力の一つです。平野が「翔チャンネル」で見せたのは単なるタレントとしての姿ではなく彼自身の感性や価値観でした。桜井翔との共演はその魅力をさらに引き出し視聴者に対して彼の本音や素顔を垣間見せる貴重な機会となりました。 今後も平野がバラエティ番組でどののような活躍を見せるのか彼の成長を応援し続けたいと思います。そしてこの番組を通じて得た新たな経験が彼のこれからの芸能活動にどのような影響を与えていくのかその一挙手一投足に目が離せません。小チャンネルはこれからも全国の魅力を届けるプラットフォームとして視聴者に新たな発見や感動を提供し続けるでしょう。 平野翔と桜井翔のコンビが生み出す特別な空間は、ただの情報番組を超え、視聴者とともに日本の今を共有する場としてますます発展していくはずです。平野の新たな挑戦と桜井のサポート、そして番組スタッフのこだわりが生み出す化学反応を、これからも楽しみにしています。平野翔がこの番組を通して新しい一面を見せ続ける限り、視聴者の期待は高まり続けるでしょう。